はい、どうもさん、こんにちは。続きましてね、紹介する模型が、こちらでございます。袋から出さなきゃいけないんでね。今回この、なんか透明な袋ごとね、もらってきちゃったんで、紹介します。マイクレースからね、なんと1年2ヶ月ぶり、1年2ヶ月遅れかな、発売されました、横浜市営地下鉄ブルーラインの R 編成、横浜市営地下鉄3000型 R 編成になります。なんとね、ほんとね、これ1年近く待ったんですよ。なんだっけな、結構その、俺ね、マイクレースの、その、なんつうの、発売予定の動画の時にね、遅延がどんくらい続いてますよ、みたいな感じで言ってたんですけど、結構待ったっすからね、俺これ欲しくて。で、なんだっけな、これのセットの他に、9760と、62番っていう型番で、ハマリンとかのね、ラッピング電車も2セット出てるんですよ。ただ、ハマリンが出た時って、ちょうど横浜市地下鉄が、快速運転するしないの時期だったんで、今回のね、このセットからなんとね、快速運転用のね、方向幕ついたんですよ。で、しかもなんか袋も変わって、今までね、セロハンテープで止められてたんですけど、なんか今回からちゃんと密閉式になっちゃったんで、結構簡単にシール取り出せなくなったんで、ちょっとめんどくさいんですけど、ご紹介します。平成4年に登場したのが、3000型で、1次車から4次車も装備され、1次車8編成を 3000A 型、2次車7本を N 型、で、3次車14編成の、こいつら含むのを、R 型、で、4次車、8編成を 3000S 型。ですね。で、呼ばれています。で、2次車 3000N 型から前面コーナー R がなくなり、角で側面とつながっています。で、この3次車 3000R 型から、側面のビートがなくなり、4次車 3000S 型は、車体の形状は、この 3000R 型と同一ですが、廃車になった2000型の台車、補助電源装置、ブレーキ装置、AT 装置などが再利用されていますと。そして1号線、3号線のブルーラインで使用され、平成27年から快速運転が始まっていますと。ちょうどね、本当にね、ハマリンの電車が出た時が、ブルーラインが、ちょうど快速運転始まった時だったんで、あの時はね、ちょっとショックだったんですよ。快速運転の方、ステッカー入ってねえんだと思ったんですけど、ただ今回のね、これ、ステッカー入ってるんで、ちょっとありがたいですね。というわけなんで、ご紹介していきます。よいしょ。で、今回ね、なんつうの、YouTube とかで紹介してる人とか見たんですけど、前面が青色のね、S 型しか買ってないんですよね。俺ね、ちょっと両方買っちゃったんですけど、そのおかげでね、結構重なったんですよ、今月の予算が。まあでもね、もともと発売されてるのに知恵されてたんで分かってたんですけど。こちらがまず、あざみの寄りの戦闘車でございます。一応ね、これ S 型なんで、R 型なんでね、全面青くないんでね、そんなに。まあ一応こんな感じでございます。で、まあ一応ね、全面のハマリンマークもついてるし、側面のね、この横浜市営地下鉄のマークも。で、車椅子もね、ベビーカーマークも印刷済みなんですよね。で、これはね、全開品と変わんないんですけど、この車両の端っこのね、転落防止路。まあ、連結したときにね、結構分かりやすいんですけど、結構これがね、再現されてるんですよ。これもね、ほんとね、マイクレースの強みかな。で、ちょっとやっぱりね、なんつうの、ライトの色それがちょっと悪いっていうのが、まあ、結構、YouTube の動画の方とか、ブログの方も見てるんですけど、確かに俺も見たときね、確かにライト逆だねと思ったんですけど、おそらくハマリンとかのライトユニットね、丸々使ってると思いますよ。本当に今回ボディだけ変えて塗装だけ変えたっていう感じになると思います。そしてこちらが、本当は車番で言うと5号車目ですね。ちゃんと車椅子ベビーカーマークも入ってますし、横浜のね、マークもついてますし、で、転落防止路もついております。で、反対側ね、ガラスのところに入ってるんですね。車椅子ベビーカーマークは。へー、すごいね。まあ、横浜市地下鉄ってめったに乗ることないんですよね。別に戸塚行くのには JR 使うし、あざみ野行くのに東急使うし。まあ湘南台行くことないし、で、新横浜から横浜行くのにわざわざ市営地下鉄使うかって言われると、横浜線使うし、なかなか市営地下鉄ってね、使い道がないんですよね。まあ、日派の車両基地の見学とかも俺行ったことないんで、今のところ。だからね、あんまり本当に使ったことないんでね、一度乗ってみたいなと思うんですけど。あとこれあれですね、全部同じなんかな。これが4号車目になるんですけど、車椅子のベビーカーと、あとね、まあ、転落防止路で、まあ、ちょっと床下がね、前回のハマリンとかと変わんないぐらいかな。で、一応同じなんで。で、こっちが戦闘車か。そうっすね。でも戦闘車もあれっすね。基本的に同じっすね。車椅子ベビーカーマークついて、車番があって、横浜マークがあって、って感じっすね。でもね、俺は結構言うとね、これは結構すごい方だと思いますよ。ちょっとガラス汚いっすけど。まあ、ガラスの傷ぐらいはしょうがねえか。あ、でも結構綺麗になったな。まあちょっとぐらいのね、些細な傷とかも全然しょうがないですけど。まあでもちょっと目立っちゃ目立つんですけどね。まあこんな感じでね、結構綺麗になった。ああ、ピントがね。こんな感じでね、結構できいいし。
そもそもね、横浜市地下鉄ってね、めちゃくちゃマイナーなんですよ。ただ俺ね、横浜市地下鉄の模型持ってる人ってね、神奈川県民のね、俺みたいな模型やってる人でもなかなかいないと思いますよ。それぐらいね、マイナーな路線なんですよ。しかも、運賃高いんですよ。なんだ、結構ね、横浜市地下鉄ってね、そもそも乗客同士のトラブルってね、毎年多いんですよ。まあ、その原因を言ったらちょっと問題になるかもしれないですけど、まあ、一応ね、公営地下鉄で横浜市地下鉄なんで、横浜市営バスとかの、ああいう、なんていうの、お年寄りとか障害者の方がね、安く乗れるんですよ。もちろん市営の地下鉄なんで。それで結構ね、一般の乗客と、なんていうの、安く乗ってる人たちでね、なんか毎回トラブルって起きるらしいんですよ。月に、週に1本ぐらいは最低な話。俺が聞いた話ですけど。だ結構ね、横浜市地下鉄ね、マニアの方でも乗らないんですよ。まあ、わざわざトラブルのために乗る必要もないと思う。まあ、これだから俺も本当にちょっと一度は乗ってみたいんですけどね。まあ、ちょっとね、ステッカーのご紹介になります。これの後、S 型のね、全面水色のやつ、ステッカーは共通なんで、あれなんですけど、ちょっと 見にくいかな。ちょっとごめんなさいね。肉眼でも結構見にくいんですけど、あざみの湘南台、踊り場、日波、下長屋か、これ。あと、快速があざみのと湘南台かな、多分。すっげえ見にくい、これ、肉眼でも。これ、運行番号なのかな、この横にあるやつって。なんか、わかんねえよ。19とか18とか数字折ってあるけど。懐中電灯で照らせば見える。あんまり視力には良くないですけどね、ちょっと懐中電灯で照らすとね、見やすいですかね。ちょっと照らし方によっては危ないんですけど。ちょっとこんな感じでね。ただピントがすっげえずれんね。やめといた方がいいか。ただね、結構ね、懐中電灯でね、照らしたりしてみるとね、結構見やすいですよ。上から L の15、13、24、6、32。で、快速あざみのが18と、湘南台がね、14って表記されてます。見にくいんでね、申し訳ないですけど。まあ、ちょっとは見えるかな、でも。それでも13、10、これが見にくいんだよね。13、24、6、10、32か。で、18、19と。まあ、これね、一応、まあ、3000のハマリンとかも、基本的にステッカーの形状とか変わんないんで、もしかしたらね、ハマリンと、ずいぶん前に買ったやつ、どっちかを快速運転にちょっと方向幕変えたいですね。これできたらなんですけど。まあ、一応ね、これが 3000R 型になります。で、3000S 型の方はね、本当に買ってる方多いんで、ちょっと省略とかね、省きますんでね、ごめんなさい。それでもね、一応紹介はします。よいしょ。なんかピントが壊れたかと思ったら、このフィルムがあれか。ピントずらすのか。で、プチプチもちゃんとしててね。よいしょ。で、もしね、横浜市営地下鉄欲しい方はね、これもね、アゼリアのポポンもね、トレッサのポポンもまだ在庫ね、ちょっと残ってたんでね、買ってみたらいかがでしょうかというね。まあ、横浜市民だからね、買うだけであって、横浜市民じゃなきゃ絶対買わないと思いますけどね。まあ一応ね、3000R 型になります。失礼、R 型でいいのかな、R 型ですね。で、この後ね、3000S 型の方も、動画ね、別の紹介動画撮りますんでね、ぜひ見てみてください。というわけでね、一旦この動画終わりにしたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。